はい、ではまた続きをやっていきたいと思います。5の、5の小3節、よろしくお願いします。では、記憶の確認と、はい、ではアイテムは OK ですね。ではやっていきたいと思います。あ、またガブリエラ出るんだな。ねえファイブ、ねえってば、おかしくない？突然竜が仲間になってるんだけど、おかしいでしょこれ。うっさいガキね、細かいことにこだわってんじゃないわよ。いやいやいや、細かくないから、僕真っ当なだけだから。何その態度。お姉様方のハートをもてあそぶ小生意気さが売りですみたいな安い顔しちゃって、竜が味方してやるって言ってんのよ。ちょっと感謝したらどう？いや別に誰も頼んでないし、竜なんてでかいだけで小回り効かないし。ひぃ、あんた小生意気じゃなくてただの生意気、踏んづけてやる。私はワンに頼まれてあんたたちの仕事を手伝いに来たのよ。まあ、ワンお姉様が？僕たちがドジを踏んでないか心配でたまらないんだろうね。否定はしないわよ。であんたたちの仕事って何さ？海のお宝ですわ。海のお宝って何？お宝はお宝よ。青くきらめく波間に漂う宝石のような。ああ一言では説明できませんわ。ちょっとこの女大丈夫？何言ってんの？頭うんだろ？大丈夫、いつものことだから。ハズレだわこの仕事、絶対にハズレ。じゃあとっととお仕事済ませちゃいましょ。どこ行けばいいのかしら。海のお宝っていうくらいだから、やっぱり海の国？はあ、ご敬願ですこと。ねえ、いちいちよがらないでくれる？頭痛くなってくるから。私たち海の国にあるとても重要なものを探していてよ。はあ、私のお願い聞いてねえし。いざ出発ですわ。心も体も放たれて、どこまでも飛んでいけそうですわね。飛んでって飛んでって、もう戻ってこなくていいよ。決めました。ワンお姉様が世界を統治なさったら、私がこの国をいただきます。あいつも弱点はないのか。やめとこうよこんな国、磯臭いし体中ベトベトするし気持ち悪いよ。体がベトベトなんて、あんな下品な女、姫事の後みたいでいいじゃん。バカみたいな胸出しやがって。どれどれどれ。さて、それにしても見つからないわね。海の宝？困ったわ。この辺りだと聞いてきましたのに。海鮮か。何かしら？海の宝って海鮮のことでしょ。ごまかさなくていいよ、バレバレだから。あら、大きな貝殻が落ちている。2つ使えば際どい水着が作れますわね。だからごまかさなくていいって。はい、
サクサクやっていきましょう。よしよし。待て待ってくれ。話の通じる相手じゃないぞ。ん？おお、びっくりした。おい、ちょっと、そこの竜。うっさいわね。何よ。何って。見りゃわかるだろ。僕ら戦ってんの。手伝えよ。あら、申し訳ないです、会話が途切れたかな。まだ続くかな、ロードの後に。あんたの姫は手伝いなんか必要なさそうだけれど。ね、ずいぶん楽しそうじゃない。あんたも殺しに胸を痛める玉には見えないし、二人で平気でしょ。本当に手伝わないのかよ。よし、では行きましょう。そう、よ、あの女だ。奴が姉さんの舞台を、姉さんの叩き。あなたのお姉様を私も。ご冗談でしょ。私、女子供には手はあげませんのよ。あ、もしかしてあのいたわしい兵隊さんのことかしら。殿方よりもひどい格好をしていて、臭くてとても女性には見えなかったので、つい。黙れ、姉さんを侮辱するな。私のたった一人の姉さんを。ねえ、ちょっとお待ちになって。あなたもひょっとして女性なの。まあ、おいたわしい姉妹ね。もう少し女性としての美と愛嬌があれば、こんなところで悲惨な仕事をしなくて済みますのに。本当におかわいそう。下品な女に生意気なガキか。こんな奴らに攻め込まれるなんて。体力ゲージが黄色のやつを残せばいいのかな。苦しい。くそ。そうですよね。ソルジャー、これでいいのか。はい、あら、当たるのね。ずいぶん硬いな。よしよしよし。さて、宝箱がありそうだけどないね。あ、なんか飛ばしてってる。まずい。あぶねー。あ、来てる。痛い痛い痛い。ちょっと待って、兵隊が来てるよ、一人。痛い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 。はあ、よしよしよし、これで終わりかな。殺される。動じるな。奴らこの国を滅ぼす気か。行こう。惑わされるな。冷静か。冷静に行けよ。はあ、あんな女ごときに俺は惑わされませんよ。こっちもでかいやつが必要だな。おい、私の名前はオイじゃないんですけど。面倒くさいこと言ってないで手伝ってよ。お願いします。は？
物を頼む時の態度と言葉があるでしょ。お願いします。行くぞ。まあいいわ、こんくらいで許してあげる。覚えてるよ、ババアドラゴンめ。来てもよくってよ。あら、もう終わってる。や、会話がどこまで続くかわからないから怖いですよね。俺にはわかる。偽父女め、覚悟しろ。偽父って言われたよ。あー、後ろから来てそう。あぶねー。止まるかな。よしよしよし、そこ行け、あ、行けるのか。それ、ここ宝箱ありっす。あ、裏か。もうすぐですわ。この先の山の国との境界、その海に私の欲しいお宝があってよ、きっと。ま、期待するだけ無駄だろうけれどね。あれ？あ、これで終わりなのか。最後戦闘飛ばしちゃったな。まあいいか。一箇所逃してるね。よし、では、またここで一度切ります。今回もご視聴ありがとうございました。もしよかったら次回も見てください。失礼します。